与えては行けません。要塞内はすべて制圧するのです。敵がもうユートヴィヒ様の近くに、急ぎ応援に向かってくれ。今さら間に合いませんね。
自分の番か。俺に任せとけ。なぜ私の言うことが分からぬのです。あなた様のやり方た では、ついてこられぬ者が大勢いるのですぞ。今までのやり方でも苦しむ者はいる。選んだだけよ。闇に動く者も残らず倒滅できるでしょうな。期待に応え太陽はっ倒せい下徳フェルディナント私は私の務めをそれだけです打つ手はないぞ。ここは貴殿に譲っておきましょう。感謝はすまい。元より私の役目だ。父上、いや逆賊ルートディ帝国に弓引いた報いをその身で受けるがよい。メニア家に使者を送るように手紙は用意してあります。貴殿は帰化の兵と共に遺棄された魔導兵器の調査を始めてください。はっ。
肉親を自分の手で殺すというのは。フェルディナント、もう行かないか。いや、まだここにいるよ。私はヒューベルト、同盟の使者が来ているわ。フェルディナントもいいかしら。降伏した全エーギル公に従っていた将兵の処遇を。それに今回の件でペニア家をはじめいくつかの家が断絶することになる。宙に浮いていた次のエーギル公爵の座も。だからそれがあなたの発将兵の処遇とエーギル公爵領の対処は、そして陛下の心遣いに。ファーガスから戻って以降、かなり慌ただしいものがあったけれど、ひとまず全て片付けてアンバルに戻ってこられたわね。西部戦線はアリアンロッドに入ったベルブリーズ伯のおかげで王国軍からの反撃を最小限に食い止め。やっぱりレスター側に戦力を回さないで済むのが大きいですさすがは陛下。ああ、これで同盟が敵のままだったらと考えると、これで帝国内は大丈夫な。帝都には顔見知りも多いから何か。結果として国内の反乱分子をことごとく始末することになりましたからある意味では助かったというべきで。うん、これで国内は安定するよね。皇帝が権力見事に一掃されちゃったし、前皇帝の。ちょっとリンク、そう。大丈夫だよドロテア、私はもう乗り。そういえばメルのお父様は反乱に参加してなかったで、陛下に文句ばっかり言ってたみたいですし、もしかしたらって、教団とかも怖くてずっとガルグマクに引きこもってるのかな。それでエーデルガルト様、また西部の戦線戻る戦い。同じ国の奴らと戦ってても王国軍との決着つけに行きてえぜあとは我らアドラステア。そうね、それにつ戦争に勝利するための。メリセウスにてクロニエラを討ち取ることには成功し、がアランデル公、いやタレスの行方は未だ分からず、フリム領での行動は全エーゲル公の反乱を助ける意図もあったと。やはり王国が滅亡してはまずいのでは。彼らが大司教レアを要する王国を、戦争を終わらせたくなくて仕方なく。王国の宮廷魔導士であったコルネリアは、あるいは他にも王国内に入り込んでいる仲間がいる。王国はいつでも欲しいままにできる。そ、辻褄は合っているけれど、ええ、もはや表立って。彼は本当に大丈夫なのかしらね。おや、エーデルガルト様は決めたわ。だからといって心中には、おじさまだって、いえ、成り代わられてすらいない全エーギル公だって、闇にうごめく者と接触してから、そんなことばかりが起こる中で、私は誰最後まで、いえ、戦争が終わったとしても、ソロン、クロニュー、タレス、結局は俺の力やラルバの正体に近づけるかと。そうだね、ないわけじゃないが、目の前の戦いで精一杯。ラルバはラルバだろ、たとえ俺の先祖が
それで共に戦うのをやめようとか考え、嬉しいことを言ってくれるね。運命共同体冥利に尽きるというやつなのかな、これが。なんだそれ。まあとにかく頼んだぞ先生。